どうもおはようございます。今朝の役員連絡会ですが、まず小村副総裁からのご挨拶は、安保法制の与党協議について、意見は修練されつつあるがと、5月中旬の法案提出に向けて、頑張りたいと、こういう5月中旬の法案提出に向けて、しっかりやっていきたいと、こういうご趣旨であったと思います。私からは来週日曜日からですね、統一地方選の後半選挙が始まるが、それぞれの地元においてしっかり、対応してほしいと、ついては来週21日火曜日の役員連絡会は、取りやめとして、次の役員連絡会は24日の金曜日としたいということを、申し上げました。それから今日は参議院本会議がありますので、参議院の方から、先にご報告をいただきまして、吉田参議院の国対委員長からは、ね、本会議日程等についての、ご報告、それから溝手会長からは、選挙制度検討委員会を開催したと、与党協力しながら進めていきたいと、こういうお話でありました。それから、伊達幹事参議院の幹事長から統一地方選後半戦をしっかりやっていきたい、こういうことであります。あと衆議院は本会議日程、佐藤国対委員長からございまして、21日、役員連絡会は21日やらないけれども、本会議は21日処理をしなければならない。それから28日も本会議が、あるであろうと、まあ、こういうお話でございました。それから茂木選対委員長からは、後半戦の統一選は地方選挙は前半戦の勢いで戦っていきたいと。それから稲田政調会長は、安保法制の党内手続きも与党協議を踏まえながら進めていきたい。その他、その安保法制についてはですね、国民に分かりやすい議論、説明を行っていく必要があるというようなのが意見がいくつか出たところであります。私からは以上です。はい、どうぞ。すみません、テレビ局の会と申します。今日ですね、11時からですね、自民党に、まあ、テレビ朝日と NHK が呼ばれて、まあ、情報通信部会で聴取を受けるということになっていますけれども、まあ、民放と、テレビはですね、BPO という機関もありまして、まあ、自主的な機構を持っているんですけれども、まあ、NHK 問題のブローカーと言われた方は、まあ、審議申し立ても検討しているようなんですけれども、そういったBPO での動きの前に先に通るでこのようなことをやるという意義というか、意味、どのように感じてありますか。まあ、今日は事実関係の報告を聞くだけだということですので、まあ、川崎さんがおやりになっていることですが、川崎さんはこの放送法制についてはもう連達な方でございますので、放送法の精神を踏まえてですね、なんていうんでしょうか、おやりになることだろうと思います。まあ、まあ、テレビ局は、まあ、許認可事業でありまして、まあ、総務省から許可をもらってやっているわけなんですけれども、で、まあ、幾度となく政府与党一体となってという表現をおっしゃるようにですね、まあ、自民党とはいえ、まあ、ある意味政府の一部といったらあれですけれども、まあ、一体感はあると思うんですね。で、そういった機関からこのように呼び出されるということ自体が圧力なのではないかと思うんですけど、まあ、放送法制はですね、先ほど申し上げましたように、強制的要素は極めて少ない、やはり報道の自由を守っていくのは信頼関係というものが基礎になければいけない、そういう精神で成り立っているというふうに私は理解しています。で、まあ、我が党でやはりこの法分野に一番通じている方が川崎さんですから、私はそのご懸念のですね、圧力をかけようとか、そういった今ご懸念で質問されているんだと思いますが、
先ほど放送法の精神を踏まえてと申し上げたのは、この辺は十分心得て対応されるのではないかと思っています。ただその、報道機関の、私がその経験というか年次も浅いものですから、代行はあまり言葉には注意をしながら申し上げますと、権力の監視という役割も報道機関にはあると思うんですけれども、でただ日本の場合テレビに関しては政府から許可をもらって営業をしているという極めて、これはですね、我々も心得なければならないことがたくさんあると思います。また報道機関の方でもですね、やはり報道の 自主性というか自律性を守るためにやはりお考えいただかなければならないことは多々あると思います。ちょっとこういうことを申し上げてはなんですが、やっぱり報道機関内部でもいろいろな考え方の違いがあってですね、いろいろな報道機関内部で論争されるようなことがあると思います。私は率直に言うと、そういう時にですね、私の見解をお求めになるような報道関係の方もいらっしゃるんですが、報道機関内部でいろいろ見解を争っている時にあまり政治の意見をお聞きになるというのは、さあ報道機関の姿勢としてはどうかなと思ったりしています。私は今申し上げたことは、やはり報道機関の自主性というものを十分に尊重しなければならないということですから、そういうことを感じているわけです。私少なくとも私はそういうことを十分意識しながら対応しているということを申し上げたいと思います。朝日新聞から、はい、関連してですが、その幹事長がおっしゃるその報道機関の自主性という観点からすると、その自主的に今何かをやろうとしているときに、やっぱりこう自民党政府与党から呼ばれるっていうのは、これ自主性が損なわれるというかですね、それに対してちょっとですから今日は事実関係を伺うだけだということなんじゃないかと思いますね。その自主性自立性を損なうような今回会合ではないというふうにと私は思います。日経新聞の方に、はい、高浜原発のですね、会合でも会長もありましたけども、これについて受け止めをお願いいたします。私は前職が法務大臣ですからね、裁判所の判断にあまりコメントをするということは抑制しております。ただですね、これも先の報道の実勢ではありませんけれども、司法の独立性をやっぱり重んじなきゃいけないという気持ちがあるんです。ただいくつか申し上げておかなければならないことの中に、これは要するに独立の三条機関として設けられている規制委員会の田中委員長がですね、やはりかなり事実誤認が見受けられるということを記者会見でおっしゃっておられます。私はこの分野必ずしも専門ではありませんので、その規制委員会の見解、どういう事実誤認があるのかは今つまびらかにはいたしませんけれども、やはりそういう問題はあるのかなということを一つ感じております。それから私はもちろんこれについてですね、これは仮処分ですが、仮処分をされるということは当然本案の審理もあるはずですね。それで仮処分ですから、やはり緊急に仮の決定を出さなければならないということですから、あまりこれに過剰反応するのもいかがかなという気持ちもございます。今私申し上げられるのはそのぐらいのことかなと思います。関連して自民党内のですね、将来の電源技術どうするかという話があるかと思うんですが、党内でも原発の比率は下げるべきだという意見があると思うんですけども、今後どういうふうに議論を進められるかお考えでしょうか。もう現にいろいろ議論が行われていると思います。
ここにおられるあの、なんだっけ、地球温暖化対策の方で、もういろいろ議論が行われておりますし、またエネルギー関係でもいろいろ行われておりますので、まあ、そういう議論、丁寧に議論を進めてもらいたいと思っています。はい、TBS の久保と申します。先ほどの今日の情報調査会の件なんですけれども、まず事実関係について今日は、報告を質問しようということで幹事長おっしゃいましたが、今後その報告を受けた今後について一体どういうふうにその会がこの問題を取り扱うべきだとお考えになるかという点と、先ほど幹事長がその自主性、自立性について期待をするでそのことが重要だというお考えを示されましたけれども、今回、事情を聞くという党として、放送局に社会事情を聞くということが、その自主性、自立性に対して資するものだというのをお考えですか。放送制度というものは、我々は制度を作る仕事ですからね、事実関係がどういうことかという知ること自体は、どういうことが行われているのか、先ほど BPO のお話もございましたけれども、どういう運用が行われているのかというようなことについては、やはり的確な情報が欲しいなということはあると思うんですね。今後、どういうふうに取り運ばれるかは、まだ川崎先生からそれについては私、伺っておりません。今日はとにかく事実関係を聞きたいということだけで、それ以上の議論はしませんというふうに川崎さんから聞いております。それとこの、今回聴取が事実で実質に関してどのように資するものなのか、どうなのかというんですけども、まだどういうご議論といいますかね、ご報告があるのかよく分かりにくい、私承知しておりませんけれども、おそらくそういうのに資するものになるのではないか、その狙いで川崎さんはおやりになっているのと思います。実質自立を促すものだと促すというか、やはり私どもはですね、何が行われているのかということはやっぱりある程度認識がなきゃいけません。全然何も分からずに放送法制を議論するわけにもいきませんのでね、それぞれの時にやはり必要な情報はいただきたいと思っております。はい、会見の開始がずいぶん遅れて、打ち合わせされてたと思うんですけど、緊急の案件が生じたとか、何か、何の案件なんでしょうか。緊急の案件というわけではありませんが、選挙が終わった時ですから、飛び込みでいろいろ見える方とか、いろんなことのがございます。よろしいですか。はい、じゃあ、以上で会見を終わります。